皆さんおはようございます。スペースアートダンス TV で今日もエナジー全開頑張っていきましょう。こちらの動画は足のヒットポップ解説動画となっています。足のヒット初心者用練習メニュー、ポッピンはこれからスタートという実践メニューで使われているテクニックを詳しく解説していきます。それでは今日のトピックをご紹介してください。1つ目、大腿四頭筋の打ち方をご説明していきたいと思います。2つ目は内転筋とお尻の筋肉ですね、こちらの弾き方をお伝えしていきたいと思います。そして3つ目です。3つ目はティップスコーナーといたしまして、各筋肉をピンポイントで弾くためのトレーニング、こちらをご紹介していきたいと思っています。足は腕に比べてとても不器用な部位です。素早く反応させるためには確認方法にちょっとしたコツがいるのですが、これを知らずに避けて通ってしまうというケースも見受けられます。ゲットすればパワフルに表現をすることもできるようになりますし、利用しやすいテクニックになっていくと思います。このあたりを詳しく解説していきますので、ぜひ一緒に頑張っていきましょう。各練習メニューですね、ヒットの方は2種類ご用意しています。そして解説動画として腕、胸、足、こちら3つを詳しく解説している動画を用意しているとともに、特別解説といたしまして知識や考え方などもご紹介している動画もご用意しています。こちらの方も合わせてご覧いただけましたらとても嬉しいです。すべて概要欄の方にリンクを貼っておきますので、ぜひそちらから飛んでくださいね。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。そして毎日更新もしていますので、通知ボタンの方も押していただけるととても嬉しいです。さあそれでは解説の方頑張っていきたいと思います。いきましょう。5、6、7、レッツゴー。それでは足のヒット一つずつ筋肉のご紹介をしていきたいと思います。まず大前提としてポッピンはスタイルが様々、いろいろあります。そしてヒットの打ち方も10人十色です。これに答えはなく正解もありません。ですので自分がどの筋肉との掛け合わせでスタイルによってこれがいいんだよなとか、得て増えてで決めてもいいんです。それが答えになってきます。自分自身で答えを決めていくというものなので、まず私が今日ご紹介するのは正解ではなくて、私がこれは頑張った方がいいんじゃないかなとか、こういう打ち方があるよっていうご紹介だと思って、それを参考にしていただく程度のことだと思ってご了承ください。このあたりの詳しい考え方や知識については別に特別解説を作っています。ポップとヒット何が違う、初心者に大切にしてほしい考え方という動画を作っています。そちらの方でいろんなことをシェアしていますので、そちらも合わせてご覧ください。それではスタートしていきます。今日ご紹介する筋肉は3つ弾いてほしいんですけれども、この中で絶対にこれだけはやっといてねというのが1つ目です。それが太ももの筋肉、大腿四頭筋といって前から外側についている筋肉になります。大腿四頭筋というぐらいなので4つの筋肉群からなっていると思ってください。それのですね、前と内側についている筋肉の膝の近くにあるところが弾きやすくなっていますので、こちらをご紹介していきたいと思います。で、こちらはどういうふうに弾くかと言いますと、膝を伸ばした状態からさらに上げ込んでいくと、ちょっとここの移り変わりがわかるでしょうかね。こうです。さらに伸ばし込んでいきます。さらに伸ばし込んでいきます。この時に2つやり方があって、膝を後ろにグッてグッて伸ばしていく方向でも同じように力が入ります。上に伸ばす意識でも力が入ります。このやり方なんですけれども、膝関節ってここからさらに後ろにはいかないじゃないですか。ですのでここからガン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 いかない方に打ち付けていると、この膝の関節痛めてしまうんですね。ですのでできるだけ上の方にヒットするというのが、もうポッパーのあるあるの大事にしているポイントなので、膝大事ですからね、絶対に痛めないように上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 に意識するようにやってみてください。そして3つの確認方法があります。まずは 100% で入るかどうか、これが反応するかどうかを確認してみてください。次です。次はこれをできるだけ早く、できるだけ早く100に0の状態を作ってから持っていく。必ず0にしてくださいね。結構ねハーフで入れた状態でグンって持っていく人いるんですけれども、それだとちょっともったいないので、しっかりとリラックスした状態からグンです。100入りました。これを今度は100入れたら抜くことも大事にするのが弾くコツになってきますので、0から100、100をできるだけ短くして0に戻ってくるぐらいの気持ちでやるようにしてみます。これが3段階目。ボンボン
ゴン、早く戻す。そうするとゴン、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 だんだん震えるようになってきますので、これを意識しながら3つ確認ポイントやってみてください。今回の実践メニューで練習しているものとして、まず両足の重心が真ん中に来ている状態でブン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 と打つやり方です。そしてこれがリズムと一緒にいきたいので、少し胸をアップした状態で打ったりとか、そしてダウンをさせている状態ですね、この下に行っている状態で太ももを反応させたりとか、この2つを主に使っているとともに、重心を移動させてほぼ片足の状態ですね、ここでブンブンブン入れられたり、反対ももちろんそうです、ブン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 、これにリズムも付け加えていけたら最高ですね。はい、このような使い方をしています。もう一つ、足を上げて打っていくということもあるんですけれども、足を上げた状態でこの大腿四頭筋って少し固まってしまうんですね。しかし内側のここですね、内側広筋と言われている筋肉になるんですけど、こちらはあんまり働かないんですね。ですのでここだけを利用しながら、私はこう足をフレックスにしてグッと引き寄せるようなイメージをして、ここですね、見えるかな、ここですね、ここを弾くように意識をしてやっています。この足を上げた時でも太ももは反応しますので、前と横、そして後ろのポジション、この辺で弾けるような練習メニューになっています。以上で大腿四頭筋のヒットのところのご説明というのは終わりになるんですけれども、このポッピンをやっていく上で、足をヒットさせるという上で、必ずこの大腿四頭筋のヒットっていうのはマスターするようにしてみてください。これが足を踏んでる状態でも足を上げてる状態でも入れられるようにしとくというのは非常に大事になってきます。ここからさらに2つご紹介していますが、これはオプションで選択していただいても構いません。それではオプションで使ってみてはどうかという残り2つの筋肉、1つ目は内転筋という筋肉になります。こちらの方なんですけれども、このももの筋肉って、さっき言ってた大腿四頭筋って前と外側についてるんですね。そして内側に、この股の根元から内側についている筋肉、これは内転筋群っていうんですけれども、これが反応できるとかなりいろんなポジションでも応用効きやすくなりますし、掛け合わせになるとよりハードにヒットが打てるようになるので、ぜひここおすすめです。そしてね、立ち踊りで安定させるのは内転筋かなり反応させると便利になってきますので、そうしましたら、これはなんて言うんですかね、今私は今動画に映りやすいようにこのように立ちますけれども、これがももを、ごめんなさい、膝を伸ばした状態でグーッと中に圧縮していくと反応する筋肉なんですね。ですので、これ見えますかね、グッグッ、見えますか、はい、このように中にこのまま動かしていくと締め込まれる筋肉になってますので、これをですね、やはり0から100に上げられるのか、それを素早く素早く素早く、これこの体勢難しいですね、素早く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 、ブンブンブン、はいはい、これを応用して立ってる時に、少しこの足から足股までの三角形をこうギュッと圧縮するようなイメージにして確認をしていきます。これをするとブン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 、弾いてるように見えるようになります。ブン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 、今右左右左で打っています。ブンブンブン、これを内側に行っても、今大腿四頭筋はあまり使ってません、内転筋ばかりを意識的に反応させるように意識しています。ブンブンブン、はいはい、ブンパッツブンパッツブン、大腿四頭筋とのちょっと違い見てみましょうか。ブン、ここがブンパッパブンパッパブンパッパ、今大腿四頭筋です、内転筋。ブン、ちょっとニュアンスが変わってくるのが分かるんじゃないかなと思います。ここで1点注意してほしいのは、やはり膝っていうのはこちら側にも伸ばした状態では曲がらないわけなんですね。このようにはならないので、できるだけこの圧縮をするといってもですね、少し膝を曲げた状態にして、さらに内転筋をこの内側から外に向けるような、こうこういうイメージですね、足は動いちゃダメですけど、こういうイメージですね、こういうイメージをするとここが
反応しやすくなりますので、膝をできるだけ痛めないように練習するようにしてみてください。それでは最後にご紹介する筋肉なんですが、足ではなくてお尻になります。足の中に入れちゃいましたけれども、お尻になります。下半身だと思ってください。お尻の筋肉っていうのは大臀筋って言われるところがメインになってきて、それの大きな筋肉、ここら辺についているんですけれども、これを全部反応させていくようにしてください。他にも小臀筋、中臀筋ってあるんですけれども、一つの臀筋群ってなっているので、全体的にこのお尻を引き上げるイメージだと思ってください。これって使い方、非常に先ほどの大腿四頭筋、そして内転筋、これを掛け合わせていくと引き上がっていくっていう習性がありますので、先ほど確認してみましょう。ももの時は膝をさらに伸ばし込んだ、内転筋の時は中に絞り込んだ。これで力が見えますかね、入ってます。少し抜きますね。引き上げて絞り込む、これでお尻上がってます。抜けます。引き上げて握り込む、これで上がってきます。これをできるだけブンブン、こっちの方がいいですね。ブン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 、はい。段階としては1段階目で 100% 入るかな、抜く、 100% 入るかな、抜く、そして早く早く、そして最後はできるだけ早く抜いてヒットさせる。もっとゆっくりでも皆さん構いませんので、あんまりねトン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 やらないで、ポンゼロにしたかな、ポンゼロにしたから、このゼロになってるっていうのがねすごく大事ですので、ポンポンポン、このようにお尻を反応させるようにしてみてください。そしてこちらのお尻、何がいいかと言いますと、一番最初に大腿四頭筋で膝をぐんぐんやると痛めてしまうよというお話がありました。この痛めてしまうのを回避することができます。お尻の力をぐっと入れた状態ではなかなか膝ってそれ以上いかなくなるので、この大腿四頭筋のヒットをぐっぐって入れる前に同時にこれを掛け合わせると、ブン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 、膝を痛めづらくなるという傾向もあります。スタイルもよく見えますしね、ぜひこのお尻の筋肉鍛え上げてみてはいかがでしょうか。それでは Tips コーナーに移っていきましょう。今日は足の筋肉2つとお尻の筋肉、合計で3つお伝えしましたが、人によって筋肉の反応のさせ方、得意不得意がありますので、その反応のさせ方ですね、私が実施していたトレーニングの方をご紹介しますので、ぜひ少しずつでも筋肉に話しかけてあげて、必ずレスポンスが返ってくるように努力して話しかけて仲良くなるようにしていきましょう。それではまず大腿四頭筋のところからスタートしていきたいと思います。何か10センチから15センチぐらいでもいいので、少し高台になっているところを探してみてください。そして私は今日椅子のこの支えの部分、支柱の部分を使って足を乗っけますけれども、このように少し高くなっているところにつま先、母子球と小子球のラインを乗せるようにします。そしてバランスを取るようにしてみてください。そしてこちらに少しねフレックスの状態ですね、このフレックスの状態にして体重を乗せるようにしてみてください。軽くでいいですよ。そうしましたら、今フレックスの状態で体重を乗せても大腿四頭筋が効いてないのが分かると思います。全然リラックスしてますね、はい。そして少しこの体重を乗っけた状態で足首をリストグッと下に入れていきます。そうしますとグッとグッとももが入ってくるようになります。そしてまたですね、リラックスをさせて、必ずリラックスをさせた状態からグッと足首をこのようにですね、このように動かしていくと、必ずももの筋肉が抜けてるかな、確認してグッ入るようになります。いきますね。今フレックスの状態です。抜けてますね。ここから足首リスト返します。グッ、はい。これで3段階を確認していくわけです。 100% 入るかな、はい、ゼロにしたよ、早く、はい、ゼロにしたよ。これを弾いて抜く、弾いて抜く、弾いて抜く、はい。これがだんだんエアーでも入れられる、足をついても入れられる、上げても入れられる、はい。このように反応速度を上げていったり、命令系統を作っていくということをお勧めします。はい、次は今度は内転筋の反応のさせ方ですね。今からやるメニューは、他に私が内転筋で膝の痛みを克服する一歩を踏み出そうという動画も作っていますが、それに似たような形になります。このようにストレッチボールある方は股の
できるだけ上の方に挟んでいただいて、このままただ締め込んでいくだけです。このボールを潰すようにするだけです。これをまず 100% でボールを潰してやるって気持ちでやります。でリラックスします。ゼロになってるかな確認してから早く早く、そして抜くところまで意識をすると、ブンパッブンパッ、はい、こんな状態で例えば足を体重移動してみたり、ブンパッ、はい、移動してみたり、ブンパッブンパッ、はい、そして足を上げてみたり、ブンパッブンパッ、はい、足を上げてみたり、ブンパッブンパッ、はい、このように利用することができます。ちなみに試しでちっちゃいボールでもできるかなと思ってテニスボールでもやってみたんですけど、できましたね。このように少し狭めに開いて、このテニスボールを潰してやる、グッ、テニスボールを潰してやる、はい、落ちてしまいました。テニスボールを潰してやる潰してやる潰してやる、はい、内転に入ってますね。ブン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 、はい、このように小さなボールでも今のように滑って落ちてしまいましたけれども、練習することはできるのは確認できましたので、ぜひ何かを挟んでそれを内転筋で潰してやるというような確認の方法がおすすめです。最後にお尻の筋肉の反応のさせ方を確認していきましょう。お尻のトレーニングって結構いっぱいね、動画調べれば出てくるはずなんですけれども、このように足を後ろに上げた時、開いたりとかしたりとか、まっすぐ上げた時にお尻の筋肉って働くようになってるんですね。ですので私がおすすめしているのは、このように先ほどと一緒で10センチから15センチぐらいの台を用意します。はい、これだとね少し高いかもしれないです。ちょっと分かりやすくこっちにしますね。このように少し台を用意します。はい、ここからお尻の筋肉が抜けてることを確認してください。しっかりと中心は前の足にして、この足を上げていこうとします。かかとを上に上げようとします。この時に膝だけを上げるのではなくて、ももごとグッと、ももごとグッと、見えますか？こっちの方がいいかな。ももごとグッとグッと上げるようにしてみてください。ちょっとこっちの方が分かりやすそうなのでこっちにしてみます。もう一度確認しますね。重心は前の方です。力が抜けてるかな、はい、確認しました。そうしましたらこれをももごとグッです。そうしましたらお尻に力が入るのが分かると思います。ももごとグッ、はい、そうです、グーですよ、はい、そうしましたらこれ100入るかな、これ確認していただいて、そしてこのまま少し高いところからグッ入れたら抜く、早く反応させる、早く反応させる、ブンブン、早く早く早く抜く早く抜く、3段階確認したらこれを感覚が逃げないうちにブン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 、片足でもブンブンできるかな。こういうのように確認して段階別に自分のお尻の筋肉を反応させていくと、その日だけは打ちやすくなったりとかしますので、少しずつスキルアップしていくように頑張ってみてください。さあ、それではポップヒットのお話、筋肉のお話ばかりになってしまいましたが、大事なのはダンスで利用できる技術にしていくことです。ですので最も忘れてはいけないのはリズムになってきます。例えば今回の実施メニューであれば、揺れる揺れる、このようにリズムを取りながら足でヒットを打ちます。はい、ブン、今は大腿四頭筋だけを入れています。ただこれが何もせずにボン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 、強く入れる強く入れる、これだとダンスっぽくなくなってしまうので、リズムを取っていくことを大事にしていきましょう。はい、それが最初難しければ、手だけでポンポン、例えば手首だけとかでもいいですし、次いけるようになったら肘までいこうかな、できたら脇使っていこうかな、ブンパッツブンパッツ、いければ胸までコアまで使っちゃえば、かなりダンスとしては見栄えがするものになっていくと思います。はい、そしてこのように今は大腿四頭筋で打つということは、皆様側に発信がグッといくわけです。この大腿四頭筋は皆様側にグッとグッと、ね、アップでいくものと、これをねちょっと工夫してあげて、同じく伸ばすという行為の中でかかとをグッと地面の中に潜り込ませることで少し雰囲気を変えることができます。このように普通に伸ばします。こうした方がいいかな。伸ばします伸ばします伸ばします、
かかとを下にめり込ませていきます。めり込ませていきます。ちょっと雰囲気変わるの分かりますか。上上上下下下下、はい、このかかとをこのつま先を支点にこのようにグングンってやるか、膝を動かして上に上にってやるかの違いだけなんですけど、グン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 、少しだけ雰囲気が変わってきます。ドンパツドンパグンガッツグンガドンパツドンパドンパツドンパ、ほんのちょっとしたニュアンスなんですけれども、同じ筋肉でも今のようにアウトサイドとインサイド、自分の中で使い分けることができますので、ぜひチャレンジしてみてください。そして内転筋も利用できます。内転筋はどこで利用した方がいいよというと、両足立ってる時も片足でもいけるんですけども、この上げてる足、大腿四頭筋の前部がかなり使われてしまいますので、空いてるのは内側内転筋とこの内側後筋になります。この辺を意識的にブン、この辺の方がいいかな、ブン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 、弾いていくことによって最初は足を伸ばした状態の方が楽なんですけれども、だんだん慣れてくると高い位置でも打てるようになっていきますので、ステップを踏む際に利用できます。もちろんこのステップを踏む時っていうのは足が上がってる状態がありますから、足が上がってる状態の時にこちらの大腿四頭筋で応用して、こっちを打てない分上半身胸だったりとか腕でブンブンツブンブン代用するのも全然ありです。ただ上がった時に打てるっていうバリエーションを持っておくとかなり楽になりますので、ぜひ実践メニューの方でこの打ち方練習してみてください。さあ最後に、お尻ってどんな時に利用したらいいのっていうことなんですけども、これもどこでも利用できると思います。この先ほどもお伝えしましたけれども、この膝をこちら側にやると膝を痛めてしまう、ですのでここをギュッとヒットさせる時に一緒にやっていくと膝が向こうに行きづらくなりますので、よいしょ、ブン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 と、はい、かなり膝を守ることになります。ですので大腿四頭筋を入れる時に合わせてブンパッツブンパッツブンパッツ、お尻も入れていくっていうのもありだと思いますし、片足になった時に大腿四頭筋が少し前体重になると入りづらくなったり、曲がってると入りづらくなりますので、ここのお尻をって入れたり、上がっている方のお尻を入れたりすること、そして後ろ側に行くときにブンブンブン、このようにお尻を入れたりすることもできると思いますし、自分のお好みでどことどこを掛け合わせていくのか、このポーズだったらここも空いてるな、ここも空いてるなっていうふうにカスタマイズするために、いくつかバリエーションを持っておくのは大事になってきます。さあお話をまとめると、まず大事にしてほしいのは筋肉を弾くことではなくて、リズムを取りながらできるだけそれに対してタイミングを合わせて筋肉をヒットさせていくと、後からだんだん筋肉の反応速度を上げたりパワーを上げたりしてブン強くしていくという段階を作ること、そしてその打ち方に関しては自分が好みのポーズがあったら、あ、ここが空いてるなということを取捨選択しながらスタイルを見つけていくということが大事になってくるということです。では Tips コーナーの方を終わりにしたいと思います。皆さん、足のポップヒット、こちらの解説動画の方はいかがだったでしょうか。今日は足の筋肉2種類とお尻の弾き方、こちらの方をお伝えしました。ポッピンをやる上で絶対に欠かせないのは大腿四頭筋、太ももの筋肉ですね。こちらを弾く技術というのはマストになってきますので、ぜひ積み重ねてできるようにしていきましょう。初心者のうちは足のヒットは膝のアップダウンと似通った形になってしまいますが、このやり方でガチンと本気で打っていくと膝の関節を痛める可能性があります。何度も何度もお伝えすることになっていますが、こちらは本当に大事なことになってきますので、怪我だけには注意して練習をするようにしてください。もちろん技術を使うということもすごく大事なんですが、私が最もメリットに感じたのはヒップホップだったりハウスだったり、このステップを踏んでいる時の着地時の吸収、つまり負担ですよね、こちらがものすごく減ったように感じました。これは本当にメリットばかりで、怪我の予防にもつながりますし、次の動きへのスムーズなつなぎにもつながっていくことになると思います。
実践メニューの方では未経験者の方、そして初心者の方がまずポッピンの魅力に気づいていただきたいなと思って、難しくないようなメニューの作りにしています。このヒットとポップに関しては少し考え方や知識をお伝えしたかったので、特別解説の動画も作っています。そちらではポップとヒットの違いだったり、インサイド、アウトサイド、この辺の使い方の違いだったりをお伝えしています。ただとても理屈は大事なんですが、まずはダンスは楽しむということを大事にしていただきたいなと思っていますので、ハードになかなか打てないからつまらないということではなくって、まずはシルエットとかリズムを楽しんでいただき、徐々に徐々にその楽しんでいる中で筋肉に向き合って反応させていくということを後から積み重ねていけば、必ず強いヒット打てるようになると思いますので、ダンスそのものを楽しんでいただけたらいいなと思いますので、楽しんで練習していきましょう。ヒットポップをご紹介している実践メニューは腕&ボディ編、そして足と2つご用意しています。解説動画の方は腕、ボディ、足と3つご用意しています。それに加えて先ほども少しお伝えしましたが、特別解説の方ではその考え方だったり知識、こちらを皆さんに届けること大事だなと思いましたので、別に動画を作っています。合わせてご覧いただければ必ずポッピンにおいてヒットやポップの重要さ、その魅力なども感じていただけると思いますので、ぜひ合わせてご視聴ください。説明欄の方にリンクを貼っておきます。スペースアートダンス TV では皆様がエナジーあふれるダンスライフを送れるように丁寧に動画を作っていきたいと思います。毎日更新の方をしていますので、ぜひね、皆様にとってお役立ちになる情報だったりとか、学んだことがあるなぁと感じていただけたなら、チャンネル登録とか高評価ボタンの方をポチッと押していただけるととても嬉しいです。極端な話、バッドボタンでも歓迎です。そしてぜひ見ていただいている方と交流深めたいなと思いますので、何か質問だったりとか、そして交流を深めるためのなんかね、何でもいいのでコメント欄書いていただけるととても嬉しいです。他にも体の作り方だったりとか、ストレッチをご紹介しているコーナーもありますので、ぜひね、未経験者、そして初心者、経験者問わず楽しんでいただけると思います。一緒にダンスを楽しんで過ごしていければいいなと思っています。これからも応援とご視聴のほどよろしくお願いいたします。それでは今日の解説動画も最後までお付き合いいただきありがとうございました。またお会いしましょう。